自治体史とは、日本国の地方自治体の歴史について編纂した書き物である。大阪市史が日本で最初に編纂された自治体史。地方自治体のウェブサイトなどに簡略な年表が記載されていることも多い。現在の地方自治体が成立する明治以前についても同様の地種類や史書が存在するが、現在の自治体行政派に以内の歴史上の出来事を、 自治体史として取り扱う。社会教育担当の部署が編纂、出版を担当し、地元書店や役場などで有料販売しているほか、地域の図書館や地元にキャンパスがある大学図書館に所蔵される。発行部数が少なく、ページ数も多いので高額であり、冊数が2以上であることが多い。都道府県レベルではその地域の歴史について研究している。 歴史学者を編纂委員に迎え、時代や分野ごとに専門部会を設けて執筆文化にし、資料編として、戦士時代の考古資料から近代までの地域に関係する資料を修正し、民族や文化財に関しては別館で扱うなどの構成をとる。資料集に関しては古代、中世の資料は網羅的に収録することが可能であるが、近世、 近代期の資料は膨大であるため、選択的に収録されることが多い。また、編纂事業に際しては発掘調査や資料調査、調査の成果を紹介する専門誌の刊行も行われることがあり、新出資料の発見や新設の紹介につながるケースもある。また、都道府県市レベルでも担当した学者の学会では必修流の 独自の研究に基づいて執筆されていることもあり、取扱いには注意が必要である。また、資料編の取扱いについても、掲出される資料の中で自治体に関するところだけ抜粋されていることや、残存資料が膨大な近現代に関しては、取捨選択が行われていること、資料自体や釈文が担当した学者の解釈で、 あるなどの理由で資料を検索するためには極めて有用ではあるが利用には注意が必要である。ありがとうございます。